はじめまして、理論物理学者の澤山慎太郎です。ここでは指数対数の微分ということで、指数関数や対数関数の微分の方法、どうやってその定理が導かれるかということを証明しようと思っています。まず対数の微分なんですけど、自然対数の定義はこうなっています。この E イコールリミットのという感じで、2.71 程度の値ですね。これをよく覚えておいてください。これは自然対数の定義です。で、対数の微分ですけれども、これ、ちゃんと、微分の定義式に入れて、それから、ログ x が引かれているので、それ割り算になって、2行目になって、さらにそこから、うまい具合に、x を取り出して、このようにします。それで、4行目でになって、このような形になります。で、その、x 分のデルタ x を h に置き換えると、5行目のようになります。で、これが、リミットが、で、括弧の中が e になるので、x 分の1ログ e でになって、ログ e は1なので、x 分の1という結果を得ます。で、指数の微分ですけど、y イコール ex ってあった場合に、その逆関数である x イコールログ y になります。で、この x を y による微分っていうのは y 分の1になって、その y を x で微分したものは y になるわけです。これは微分は分数のようなものだからです。で、よって、このように指数関数の微分が得られるわけです。これで終わりです。